これは原監督チーム合流です。今回のキャンプは新型コロナウイルスの影響もありまして無観客でキャンプスタート。なのでこういった選手たちの声というのがね非常によく届いてきます。なのでどういったことを話しているのかとか、あ、プレーの時にどういうふうにしているかというのもね、もし音が聞こえるようだったらたっぷりと聞かせていただきたい、聞かせていきたいというふうに思います。このキャンプ始まって初めてのこの花でのスタートということになりました。昨日は休養日ということもあって選手に話を聞くとやっぱりこのねユニフォームを着て全員で練習をしていくとやはり少し緊張感があって疲れが出るというふうに言っていましたから、またリフレッシュして今日からスタートということになります。豆太郎さんから、桑田さんのジャイアンツのユニフォーム姿がもう一度見れるとは思わなかったので嬉しいと、そういう思いのファン、僕もそうですけどね、そういうファンも非常に多いと思います。まだこのアップをしている時には投手陣野手陣というのはね、一緒になって練習をこなしていきますが、この後また分かれたりもしていきます。やっぱり選手にね、選手もそのユニフォームを着ると少し疲れるというのが言われてたので、まあ、桑田コーチもやはりこのユニフォームを着るというのは緊張感もまた変わってくるのでしょうかね。若手と合流した桑田コーチの指導に興味と期待と。まあ、当然桑田コーチのところにもこの一軍の練習の姿とかそういった情報は届いていると思うんですけれども、やはり実際にねグラウンドレベルで見てみる、そして会話をするというのがまたここいいですね。宮本コーチと後藤コーチ、そして桑田コーチです。